今日は2021年8月29日、お母様のデイツルークスターボで、久しぶりに目的地のないドライブです。スタートは大方ふ頭からです。まず、鯛の浜海水浴場を目指すので、国道55号、日和佐道路を使って進みます。キキからドライブイン海賊船前を通過し、一旦、もみじ川温泉付近まで進みます。そして、相生の参道を走行して、昔の水道を見学です。とりあえず全部回ったので、ガソリンを入れるために、エネオスアナイ SS に向かって、ゴールとします。いやー、山登るのは、やはりターボのがいいですよね。真夏だからね、仕方ないね。真夏の昼間から、釣りしてる人は、ほとんどおらへんな。夕方と朝はいますよ。日曜とかだとファミリーとかも多いですね。釣りやすいもんな。ここトイレないけど。
左が鯛の浜海水浴です。ウプ主は1回だけ来ましたよ。 JR 鯛の浜駅降りると1メートルで海水浴場です。昔はすごい人もおったんやがな。最近ちょっと減ったかな。